スポーツ少年団の冬季交流大会が3日開かれ、団員たちが体力テストを通じて1年間の活動の成果を確認しました。中央体育館で開かれた交流大会には、町内11のスポーツ少年団の団員合わせておよそ180人が参加しました。はじめに開会式が行われ、高浜町スポーツ少年団の本部長を務める江戸和夫教育長が団員たちを激励した後、指導者表彰式が行われました。表彰式では、長年団員たちの指導に貢献した指導者11人をはじめ、日本スポーツ少年団創設50周年を記念して、事業功労者5人と優秀団体4団体にそれぞれ表彰状が贈られました。このあと体力テストが行われ、団員たちは上体起こしや腕立て伏せなど5種目に挑みました。この高浜町スポーツ少年団冬季交流大会は、体力テストを通じて去年1年間の活動の成果を確認するとともに、団員同士の親睦を深めてもらおうと毎年開かれています。そろそろ100超えたんで終わりにします。待ってください。団員たちは自己記録を更新しようと仲間らの声援を受けながら一生懸命テストに臨んでいました。みんなそれぞれレベルが上がって頑張っていました。体力をつけてみんなで一生でも多く勝てるようにしていきたいです。腕立て伏せ去年は20回くらいしかできんかったけど、今年は90回っていう記録やったけど、体力的にも男子の人たちに負けないように頑張りたいです。